今日もですね、スノーボードの読者の方よりご質問いただいております。キャプターというメーカーのですね、ソールがあまり良くない、弱いっていうことを伺うんですけども、噂があるんですけども、そのあたりどうお考えですか？はい、教えてください。はい、じゃあお願いします。お願いします。それはないと思います。その仕上がりがいいか悪いかは若干、その同じメーカーの中でも差はあると思いますけど、キャプターが、悪いっていうことは思ってないですね。今までチューンアップした中でも別に普通にやってます。問題ないです。逆に言うとメーカーでもこれはっていうのはあるっていうことですか？あります、あります。これに関してはその皆さんもネットで買われる方とかいろいろお見えになると思うんですけど、本当は見てみないと分かんないっていうのが当たり外れはあると思います。それはどのメーカーでも一緒です。それが安定しているメーカーは確かにありますけど、キャプターが悪いってことは思ったことはないですね、今までに。はい、じゃあどちらかというと、板購入する際に、足を運んだ方がいいか。本来は、見て買うっていうのが一番本当はいいですね。その目利きできる力があるかどうか、お客様の方にあるかどうかは別として、できるだけそういう、その仮想面を見ていただいて、表面よりも、仮想面を見ていただいて、どんな感じかなというのを見ていただくのがいいかなと思います。実際箱はお店のプレッシャーじゃないですよ。多少思いますもんね。南北同じ板って。そうですね、はい、接割れ板を出そうとは思えないですよね。ほとんどその何に、そのショップがですね、チューニングをしてくれてお出ししてくれると、もちろん別にお金を払う形でも構わないと思うんですけど、それを込みでいくらっていうことをショップと交渉してもらって、そのショップでチューンアップまでやってくれるなら OK だという形で契約する形が本当はいいなと思います。もちろんそれも含めてネットで安いものを買ってですね、特にその中古が一番怖いことは怖いですね。例えば、1年使用何十日使用とかって書いてあるものでも、ほぼその、前唾が多いと思うので、そういう場合は全部信用することはできないと。だから自分が一番いいイメージで乗りたいという板はやっぱり新品で、しかも仕上がりのいいところを選ぶべきだと思います。キャプターが悪いということは今まではないですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、いつも YouTube チャンネル見ていただきましてありがとうございます。皆さんの中でそのスノーボードスキーの板で、維持の仕方、メンテナンスの仕方でわからないことがありましたら、YouTube チャンネルのコメント欄の方にですね、どんどん質問の方をよろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。滑り方で聞きたいこと、道具の選び方で聞きたいこと、道具のメンテナンス方法で聞きたいこと、体作りで聞きたいことなど、何でもお気軽にどしどしご質問ください。 YouTube のコメント欄にご入力をお願いいたします。随時動画やコメントで回答させていただきます。今後も定期的に動画をアップしていくので、ぜひチャンネル登録を必ずお願いします。